5月24日の宇野塾通信をお送りしています。中国について日本の首相は戦争ではなく外交を望んでいる。今日は3日目です。賢い関与を促す岸田文雄氏との対話。それどころかその脅威が身近にあるため日本はそれを非常に深刻に受け止めている。アメリカでは台湾をめぐる戦争の話は遠い世界の話であり、日本では最寄りの防空壕はどこにあるのだろうかと考えるほどである。だから日本は米国議会の熱血感とは異なり温度調節に苦心しているのだ。岸田氏は国際社会にとって米中関係が安定することは非常に重要だと強調した。そのメッセージが伝わる兆しがある。日本の働きかけもあって4月18日に長野県で開催された G7 外相会合のコミュニケでは中国と率直に協力して関わるよう各国に呼びかけ手を差し伸べる外交に相当する。キャサリン・タイ米国通商代表は4月20日東京で聴衆に米国は中国から切り離すつもりはないと安心させた。同じ日イエレン財務長官はアメリカは中国と建設的で公正な関係を求めていると述べた。しかし温度調節は難しくなるばかりだ。アメリカの選挙シーズンが到来し東京はその中継地となった。フロリダ州の野心的な共和党知事でドナルド・トランプのライバルであるロン・デサンティスは4月24日に訪問した。先月日本の製薬会社の社員が北京でスパイ容疑で逮捕された。中国が日本との対話に積極的なのはアメリカとその同盟国との間にくさびを押し込もうとしていることが大半である。それでも岸田氏がインド太平洋の温度調節に取り組んだことは地政学的に最も重要な貢献と言えるかもしれない。ということでですね、日本はやっぱりアメリカが熱くなってますけども、中国はそばにあるので米中関係は安定していることにを強調しているわけですね。その甲斐あって G7 では共同コミュニケで中国と率直に協力して関わろうというふうなことでキャサリン米国通商代表は、まあ、中国アメリカとアメリカ中国からディカップリングしないと、イエレン財務長官も建設的で公正な関係を求めていくというようなことを言っているわけですね。そうは言ってもアメリカの選挙が近いんでなかなかそこら辺を反中的な対応がどうしても出てきてしまうし、日本の製薬会社の社員がスパイ容疑で逮捕されたり、中国は何としてもアメリカとその同盟諸国との間にくさびを打ち込もうとしているわけですね。ただ岸田氏がこうした行動をすることはそれなりに評価に値するだろうということですね。